さあ、八枚落ちやっていきたいと思います。八枚落ちのね、定石棒を読んでたんで、棒銀でまあ、5、6回やってるんですけど、勝率が悪いです。いかに地道な展開になろうが、相手に取らせないってことが大事だってのが分かったんで、でこれ突っ込んだら相手が取ってこないんで、でその時にどうしようかなっていうふうに思ってたんですけど、ここで角桂馬を上げていくのがいいなっていうふうに思って、そしたら取ってくるんですよ。で飛車で上がって、でまた下がって、で桂馬跳ねて行くと、でここ来ますから、これ歩取って、でここ桂馬対応してくるんですけど、これ角で取って、相手に取らせずに、自分がしっかりと相手の罠に乗らずにですよ、自分がしっかりと対応していくと楽だってのが分かったんで、相手は桂馬跳ねられるのめちゃめちゃ嫌がってるんですよ。向かずに桂馬になるよりは、桂馬を死守するように、まあ、銀で対応した方、下がって対応した方がいいですね。でここで桂馬で成って、で飛車も成って、相手に持ち駒がないと特に気にしないでいいんで、で相手がこう端に行ったら、まあ、竜で後ろを詰めて、で端の玉には端っこから攻めるのが有効なん でこれでちょっと詰めて、で相手が欲しがってくるんですよ、駒を。で欲しがってくるのも対応しながら、ちょっと馬と角で詰めていくと。でこれにしても無理して取るよりも、ここに歩打って、同歩で香車で来て、で香車で来て金で取れないんで歩で詰まりますよね。でこれで、竜を下げて、でこう来たら馬で詰めて、で竜と、やっとちょっと勝てるようになったですね。ちょっと何回も頑張ってある程度勝てるようになったら、次は6枚落ち頑張っていきたいと思います。